丸井前札幌本店大通別館時代の外観ルトロワは北海道札幌市中央区大通西1丁目13にある商業施設アイファーマシーズが運営札幌テレビ放送の関連会社 STB 強発株式会社所有のビルである旧丸井前大通別館旧札幌マルサ丸井前札幌本店大通別館後の建物全体を STB 強発、株式会社から賃借して約20億円かけて改装し、2015年9月12日に開業した商業施設である。親子3世代の女性をターゲットにしたコンセプトとされており、店名はフランス語での3を表している。開業時点には、アイファーマシーズが運営するドラッグストアのアインズトルペサッポロルトロワ店が、 地下2階から地上2階に入居して各店舗となり、雑貨や美容関連の物販店の他に飲食店など合計37店が出店した。開業時のテナント構成は近隣に百貨店などの商業施設との競合を避けて医療品店が出店せずに、物販は装飾品、雑貨を中心とし、飲食店街やマッサージ店やネイルサロン、 料理教室などのサービス関連を集め、美と健康に関心の高い女性客の集客を目指した。出店テナント全店の一覧は、ショップガイドを参照。ありがとうございます。